と、こんにちは、さゆたかさん。どこよりも早い。今なんかこうやって入れたの知ってる？何入れたんですか？ちょっとリアクション入れたの。気合を、何か、ありますよね。行くぞみたいな。行くぞ、そうです。今日はですね、どこよりも早い、2024来シーズンブレイクしそうな選手、大予想です。はい、これピッチャーと野手を分けるんだな。そうです、セトパのピッチャー、セトパの野手で分けます。今日は投手編です。豊さん、以前の動画で2023年にブレイクしそうな選手というのを答え合わせをしました、これが大体、12分の5当たっていたということで、当たってたというか、そうだな。で、今回もあれですね、豊さん、もしこれが予想が当たらなかった時は豊さんのせいではないよと。そう、もちろんそう。それだけの素質のある選手を揃えてるわけ。そうですよね。でこれはやってもらえなきゃ困ると。とにもっていう選手を集めました。はい、じゃあまずは、セ・リーグの阪神ピッチャーからいきましょう。はい、あのね、ある程度実績を持ってるとか、若い選手でもある程度投げてるとか、そういうことを考えても、やっぱ新しい選手なんだよね、阪神は。はい、でやっぱこう一本釣りした青学の下村、下村投手、これはやっぱ岡田監督はチャンスも与えていくだろうし、あの第二の村上の可能性も秘めてるというね。精度もいいし、来年の春のキャンプは、一応一軍スタート。必要じゃないよお前、何言ってんだお前。強気ですね。強気ですねって12分の5なのにって。いや例えばじゃあゆうたさん、来シーズン、どのぐらいの活躍を期待してます？いや、10勝。もういきなり2桁いけますか？いく。やっぱ阪神打線っていうことも、いろいろ考えて、ある程度点を取ってくれるという、粘り強いピッチャーだし、結構なゲームは作っていくと思うよ。どういうタイプ、粘り強いという、どういうタイプになってほしいかといったら、村上タイプになってほしいというね、ような感じだ。ただ気をつけなきゃいけないよっていう点は、例えばじゃあ、岡田監督は悪かったら落とすし、ちょっとこれ故障につながるなって言ったら落ちるから、2軍にね。だからやっぱり1シーズン整えるだけのものが備わってるかどうかっていうのがまだ見てみなきゃわからないから、あれなんだけど、投げたらそれなりの結果はついてくるピッチャーかなっていうふうには思ってるけどね。私てっきり門別投手とか選ぶのかなと思ってたんですよ。門別もいいけど、ブレイクまで行くかどうか。いや、それにもう素材的には素晴らしいものがあるし、あれなんだけど、大学を経験してる、今年ドラフト1位の下村なんかはすごく期待するかなっていうふうに思う、じゃあ阪神は下村投手、ブレイクということで、さあ続いてカープです。カープもルーキー、常広、このピッチャーはやっぱ勝てるピッチャーだと思うよ、だから下村と新人王争いをするかなっていう、早速もう出てくる感じはするよね。じゃあ常広投手に求めることって、例えば成績的に言うと来シーズンどのぐらいを基準にしたいですか？やっぱり10勝以上だよ。2桁か、そうか。だから森下がね、明治から一本釣りで入ったよ、なんかそういう活躍をしそうな感じがする。新井監督はもう即使ってみたいなって。いや、もう使うでしょ。使わなかったら俺がもらう。どこで生かすんですか？そうだな、そうだそうだ。だけどそのぐらいの素材はあるよね。そのぐらいの素材はあると。さあ続いて DeNA です。石川、今年中で投げてたけども、非常に苦しい時に、大ピンチの時に三浦監督が使ったんだよね、新しい人間、もうルーキーに近いような人間をポンと使って、見事に抑えたようなピッチング、で今年1年かけて非常に成長した、これが来年こう花開くかなという、やっぱ度胸もあるし、マウンドさばきっていうか、そういうこともなんかこう度胸が座ってるというかね、そういう所作もいいよね。じゃあ中継ぎ陣の本当にこう一角を担うような、いや先発に回るかもわからないよね。わからない、使い方はまだ。豊さん的にはどっち向きなんですか？いやチームの事情にまだよるピッチャーだけども、やっぱ先発でもいけると思うよ。
多分来シーズン DeNA は抜ける選手もピッチャーにいるので、そうなってくるとやっぱ先発の枚数っていうことになると、もしかすると、はい、もしかすると、ね、もしかするという、もしかする、うん、でやっぱり度胸がいいしピッチャーとしてのセンスが備わってるよね。だからすごく期待してる。お、はい、さあ続いてジャイアンツです。これね、阪神、広島、ルーキーを挙げた、うんうん、はい、で西舘行こうかなと思ったんだけど、はい、でもどうしても赤星が気になる。え、それはこれはやっぱりね、赤星はやっぱコントロールいいわ、はい、それとスタミナも出てきて、あとね、今年課題だったシュートみたいな、うん、シンカーみたいなボールがより磨きがかかったんだよね、うん、それ考えるとちょっと勝てそうかなっていうような期待を込めてる。もともとね、潜在能力のある選手、いや、そうそう、器用なピッチャーだしね、はい、冷静だしさ、はい、だから赤星なんか来年ブレイクするかなという。西舘にしてやりたいんだけどさ、うん、あんまりルーキーにね、負担かけると、うん、中央だし、あ、中央だし、だから赤星なんかは、なんかやっぱりこう巨人のピッチャー若手ブレイクしそうって言ったら、うん、赤星って出てきた。まあ、今シーズンオフに巨人ってすごいピッチャー補強したじゃないですか、はいはいはい、やっぱその中でやっぱレギュラーを勝ち得るってさらにハードルというか高くなったので、うん、そこを自分でこじ開けていけるぐらいの、いや、賢そうだしさ、うん、やっぱローテーション入るために何をすべきかっていうのはもう分かってる選手だと思うから、はい、だから赤星かなっていうふうに、うん、そう、ヤクルトです。ヤクルト金久保、はい、金久保はね、投げてる球っていうのはものすごくキレがあるんだよ、はい、でね、なかなかこう、まあ、故障があるのかどうか分かんないけども、うん、ね、投げたら勝てるピッチャーだよ、うん、キレがいいもん、はい、うん、だからなんかね、ズドーンっていう球じゃないんだよ、うん、ヒャッってくるような球なんだよ、はい、だからキレが戻りさえすれば、うん、俺はなんかブレイクしそうな、おー、そんな感じがするよね。まあ、今年はね、登板1にとどまったんですけれども、はいはい、来シーズンこそブレイクしてほしいなっていうところですよね、はいはい、ピッチャーがいないって言われてるヤクルトだけに、はい、チャンスはあると思うんだよ、うん、そのチャンスも含めて掴んでほしいなと思うよね、うん、はい、さあ続いて中日です。中日は根尾、あ、これはもういろんな、そうですね、そういう意味でのブレイクですね、うん、やっぱりピッチャーとして、うん、はい、やっぱ2軍でずっとね、やってて形になってきてる感じがするんだよね、はい、だからネオなんかがやっぱこうセンスはいい子だから、はい、だからブレイクしてくれると面白いなっていうようなね、開幕から先発ローテにこう入っていけそう、入るぐらいのものは見せてほしいな、うん、いや、そうですよね、うん、もうそろそろっていうところですもんね。やっぱね、あえてこうチームが低迷しててネオなんか刺激として使いたかったと思うんだよ、うん、いや、だけど我慢をして我慢して使わなかったというかね、まあ、そんな感じも受けるし、やっぱりピッチャーとしてしっかり育てなきゃいけないという、ピッチャーにした以上はっていう、そういう愛情があったと思うんだよね、はい、だから、まあ、ブレイクしてほしいなという選手だな。そうですね、うん、まあ、シーズン最後の方にね、1軍で投げてる試合見れて、うん、ただ運がないんだよね、勝ったと思ったら試合ひっくり返されるしさ、ピッチャー打たれましたからね、その後。そう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 、そうですね、いや、だから、まあ、来年はね、まあ、そういうこともないだろうし、だからネオなんかはこう期待してる、ピッチャーとして先発としてどんな成績を期待しますか。多く言ってもしょうがないけども、うん、やっぱ10勝に近い、はい、体はそんなに弱くないピッチャーだと思うから、うん、波に乗っていけばポンポンと勝てるかもわかんないね。もちろんね、その援護点との兼ね合いっていうのもあるんですけども、まあ、もちろんそうだね、7、8勝は してくれるだろうと。まあ、援護点があったら10勝とかね、まあ、もちろんしてほしいし、そうですね、まあ、頑張ってほしいと思う、はい、さあ続いてパ・リーグのピッチャー、はい、まずオリックスからです。はい、ムクロキ、はい、これは大事にされたからね、1年間使わないって言って、そうですね、もう満を持して出てくると思うよ。もうこの投手は絶対にブレイクというか、もう安定して残してくれそうですか、成績。俺は太鼓判をしてるけどね。どのぐらいいきますかね。いや、10勝する、まあ、10勝は、うん、豊さん的にどういうピッチャーですか。ちょっと変則気味なんだけどもね、それを利用して、でも精度もいいんだよ、うん、でボールに力あるしさ、高低、うん、は投げ分けられるピッチャーだしさ、高校、うん、がいいよな、うん、高川学園知ってる怖いや、怖いだけど、いや、だけどやっぱね、球団もね、やっぱせっかくの素材だからっつって、はい、本当に大事に今年1年かけてリハビリさせたよ、はい、まあ、それがね、やっぱこうブレイクすると思うよ、来年は。おー、分かりました、はい、さあ続いてロッテです。ロッテは中森、
あもう今シーズンちょっと出てきましたね。ちょっと出てきたけども、はい、やっぱりね投げてる球にに癖があるな。癖、だから内側はカットするし、はい、外はちょっとシュート回転するしみたいな、うん、そういうねちょっと人にないような癖球を持ってるんだよね、はい、だからこれを利用してブレイクしそうな感じがする。おタイプ的にどんなピッチャーなんですか、うん、誰か似てる人います？タイプ的にね、昔阪神にいた中込み分かんないだろまあでも分かる人にはもちろん分かりますしね。やっぱねここがねカット投げてないんだけど全部カットするんだよ、全部詰まるんだよ、はい、なんかね特殊ボールがあるんだよね彼には。武器ですね。武器なんだよ。だからこれをあれして中森なんかは安定した力を出していけるかなっていうようなね。もう中継ぎで大活躍。まあそうだね、度胸もあるしね、はい、さあソフトバンクです。笠谷、はい、笠谷投手、左ピッチャー、はい、まあ、ずーっと俺はね注目してんだよ。もう26歳とかでなんですよね。もう取っていかれなきゃいいなと思ってるぐらいだから。そうか、まあまあだけどそうだな、左でいいものはあるよ、うん、うん、でボールになんかこう重さというかさ、はい、ストーンというような感じがあるしね、うん、はい、だからなんとかね和田の門を開いてあ、もうその門下生になって活躍してほしいなと思う。そうですね、もう年齢的にもね、あの脂乗ってきて、もう行かないといかんぞ、まあ、出ました、もう行かん、もう、そう、もう行けよ。2024年がじゃあちょっと彼にとっても分岐点、分岐点になりそうですね。もう来年やらなかったら危ないぞ、本当に。いや、そうそうね、いや、そのぐらいだ、それ危機感は持たないとですね、はい、危機感を持ってやったらできるから、はい、はい、楽天です。うち、はい、うち投手、うん、うん、やっぱりこう、力があるよな、ボールに、うん、でキレもあるしさ、はい、でまあ、特徴であるフォークボールも切れるし、はい、うん、だから、まあ、中なのか頭持っていくのか、はい、これはもう球団の、ね、うん、考え方なんだけども、はい、ちょっと先発で見てみたいな。先発で見てみたい、うん、それは、うん、それはいや勝てるピッチャーだよ。あ、そういうことか。ある程度、まあ、6回ぐらいまで 5、6回まで投げてくれてっていう、まあ、ね、ところなんですかね、はい、うん、セーブです。これは、まあ、今年左でナンバーワンだったルーキー、はい、ルーキーというかドラフトのね、はい、まあ、竹内、国学院からね、だから、まあ、隅田がね鳴り物入りで入って一勝しかできなかった、はい、ね、でも素材的には抜群だと、うん、でも竹内は最初からいってほしいなと思って。ああ、もう期待ですね。じゃあ、やっぱ安定してるピッチャーだよ、うん、で勝てるピッチャーだから、はい、だからその力をいかんなく発揮してほしい。まあ、あれだけ投手大国の西武の中でそこに先発としてもうすぐに入って即戦力でいける。やっぱ左は欲しいからね。ああ貴重なんですね、うん、やっぱり。そうだな、うん、まあ、それはまあ揃ったらすごいぞ、お前、西武のピッチャー陣、ね、打てないですよね、他球団のチームが。なかなか難しいよ、お前。成績はどのぐらい期待しますか。やっぱり10勝は期待するよ。あ、うん、ね、隅田投手が、ね、ルーキーイヤーの時1勝10敗っていうね、意外だったよな、びっくりした数字になってしまったので、ね、いや、まあ、援護点もなかったっていうこともあるけどもね、うん、まあ、だけどそういうことがないように、西武の打線もね、なんか、まあ、なあ、カバしてほしいですね。そりゃそうだ、うん、はい、さあ日本ハムです。最後日本ハムは根本、はい、根本投手、左ピッチャー、はい、ね、うん、これは侍の時中で使われたけど、はい、非常に安定してるし、テンポはいいし、はい、流れを変えてくれるようなピッチャーだよね、はい、でも日本ハムの方ではやっぱ先発をおそらく考えてるだろうから、うん、はい、やっぱこのピッチャーも勝てるピッチャーだよ。おー、うん、だからブレイクは絶対すると思う、まあ、今シーズン防御率 2.88、はい、3勝1敗だったということで、はいはいはい、このピッチャーもじゃあ10勝はしてほしいなと。いや、受賞すると思うよ。必ず、おお。いや、必ず、おおじゃないよ。なんか、俺の挟む余地がなかったよね。おおじゃねえよ。いやいや、だから、それ近く行ってほしいなっていうね。ああ、そっか。まあ、日本ハムはね、残る選手と新しく来る選手、ピッチャーいるので。はい、でも根本はね、うん、加藤。はい、加藤投手。うん。のピッチングスタイルを、やっぱ真似してるよね。やっぱテンポがよくフォアボールを出さないとか。うん、だからいい見本がいるなっていう感じがする。そうですね、だからそれを見習って、うん、根本なんかも来年は活躍するかなっていうふうに思ってるけどね。うん、いや、投手の12選手、12投手で揃いましたけれども、はい、
ね、この中から本来であれば12人全員がブレイクしてほしいですし、いやそれはもちろんそうだよ、いやブレイクができる選手だからやれば、そうですよね、ああ本来であればあとプラス西舘っていうのがあるけどね、巨人は、あ、そうです、ああそう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 、本来はそうですよね、本来はね、まあ、だけど赤星っていうのが頭にあったから、ああそこは後輩ではなかったんですね、大学の、まあそうだな、いや西田でもやるよ、うん、やるけど、うん、なんかこうブレイクって言ったらなんか若手で、あこれから本当にバーンと出てきそうだっていうのは赤星かな、うん、いやだったんですね。さあ次回はですね、はい、野手編、はいはい、こちらもいろんな顔ぶれが出揃えているようなので、はい、ちょっと楽しみにしていてください、はい。